埼玉の女、免許ないくせにドライブ好きって言いがち。あかんだ。どうも、久しぶりです。皆さんはですね、自分の精子がどれぐらいの数でどれだけ活発か気になったことはありませんか？どうやら最近ですね、そういったものを自分の自宅で観察できるキットというのが販売されているそうです。調べてみたところ、Amazon ではですね、だいたい5、6000円、して、自分のなんかもうそのチェックできるキットみたいなのが入ってるらしいです、箱で。で、今回ですね、たまたま薬局を見てたら見つけたんですけど、テンガってあるじゃないですか。みんなが大好きっていうと語弊があるんですけど、男性の方は特にご存知のね、テンガとそういった精液を検査するキットというのがコラボレーションしまして、こういったものが販売されてました。でこちらなんですけど、お値段がですね1500円とすごくリーズナブルなんですね。でこれをどうやらスポイトで使って自分の精液を垂らすと、スマートフォンで見れると、自分の精液がどれぐらいの活発かっていうのをね見れるということなんで、ちょっと今回やってみようと思います。ちょっと開けてないんです。ちょっと早速開けてみたいと思うんですけども、なんかね4つぐらいねシート入ってるらしいんですよ。こんな感じ。なんか匂いするな。でこれ外すと、あ、これか、なんかあるね。スポイトです。理科の実験とかで使うような。でこれが紙瓶、量計算の時にあれするようなやつですね。でこれが何、これ取れねえ。おお、こういったものです。なんかねあれみたい、これレンズを押し当てるようなやつがあって、これペンがちゃんと書いてありますね。ちゃんと説明書をね読んでやれって書いてあったんで、ちょっと読んでみたいと思います。はい、いろいろ調べてみたんですけど、これをどうやら中に入ってるんですけど、こいつをスマホのカメラの部分にこうして、でここに垂らした精液をこういう風に見るらしいんですよ。でこの精液なんですけど、5分間置いてからその液体状になるので、そこからスポイトですくって1滴だけ垂らすらしいです。あんまり多いとぼやけちゃうらしいんで、ちょっと早速やってみたいと思います。はい、終わりました。終わりましたっていうのもなんかあるんですけど、これに今入ってて、これをスポイトで入れて、で僕間違ってたんですけど、この向きだって前面に貼るらしい。こっち側前向き、こっちでこうやって自撮りモードみたいにしてここに載せるらしいです。で僕、5分間の間にいろいろ見てたんですけど、結構やっぱ不妊治療とか自分の精子がどれぐらいなのかっていうのを見るためにも使えるらしいです。ちょっと今回数字とかは多分出ないと思うんですけど、ちょっとね見てみたいと思う。早速ね、ちょっとあんま見せたくないっていうのはなんだけどさ、ちょっとあんま見てほしくないよね。なんかもうすでに気持ち悪い。照明が必要みたいですね。ちょっとやってみたいと思います。手元がね、いや気持ち悪い。 1.5 だって。うわ超気持ち悪い。これで乗せたよ。で光をちゃんと気持ち悪い、当てると見えるらしいです。ちゃんとできてんのこれ。ちょっと頼むよ。ちょっと待って。うわっ見えた。ちょっと待って待って、なんかいるよね。これじゃない？で、光を上からちゃんとと、うわ、いる！これだ！気持ち悪い気持ち悪い。でもさ、あれ？あ、いるね。あ、いるいる。おお。こら気持ち悪いな。初めて自分の見た。まだ入ってるからちょっと入れてみようかな。あんま入れない方がいいみたいだけどね。みんなそんないっぱいさ、本当にあんまり入れない方がいいね。ボケちゃってんね。やべやべやべ。うわ。なんか動かなくなってるのとか見ると切なくなりますね。うわ。すごいな。初めて見たけどすごいですね。いやー、これアップしていいのかな。まあいいよね、してる人もいるし。というわけで、まあちょっと自分の精子見てみた結果、思ったより少なかった。まあそんなところですけども、是非ね、見かけたら薬局で買ってみてやってみてください。透明のシールは4枚ついてます。あとのやつは1個ずつだけで、薬局に売ってなくても Amazon でも売ってますから、1500円です。ぜひ試してみてください。それではまた。なんだこの終わり方。 Thank you for watching this video. Please subscribe. チャンネル登録よろしくね。すげえキモ。